どうも弥勒親方です。今回はスペイン戦オーダー予想企画で投稿者が実際に提出したオーダーを発表していきたいと思います。今回の対戦相手はテニプリを生み出した創造神この見たけし先生。これまでの長い連載期間の中で何度も我々読者の予想を覆してきた至高のエンターテイナーです。当然普通の思考では太刀打ちできません。投稿者はある程度の時間をかけ予想したオーダーを一度破壊し、好み先生はセルフパロー、好まれる。好み先生は試合が実施されたダブルスは二度組まない。わざわざオーダー企画にするだけあって、簡単に予想されるペアは組まれない。という以上の法則を踏まえ、あえて日本の選手ではなく、スペインの選手から予想する手法を取りました。スペインという国の文化で、簡単に挙げられるのは、サグラダ・ファミリア、闘牛士、コンキスタドール、フラメンコ、以上の4つです。今回はこれをテーマにした選手4名プラス、メダノレで構成されるのが、スペイン代表であると仮定します。ヨーガとヨーマは、とある理由で、メンバーには加えません。つまり、補欠戦までも連れ込みます。そこは後半で解説しましょう。さて、それではたった今挙げた4つの、テーマに、対戦相手となり得る日本の選手を当てはめていきます。動画が長引いてしまうので、同時に出場順を発表していきましょう。まずシングルス3に出場するスペイン選手は、コンキスタドールをテーマにした選手です。コンキスタドールとは、征服者という意味を持っています。となると対する日本の選手は、アトベ敬吾しかいません。主将が初戦から出場するという展開は以前も組まれました。全国大会決勝ですね。あの試合では初戦から声楽部長の手塚国光が出場し物語を盛り上げました。全国立海戦を意識して初戦から後部が出場し熱戦を繰り広げる展開は大いにあり得るのではないかと予想します。競艇 VS 立海にて新技を複数披露した後部がシングルスで出るのは不自然ではとも考えました。確かに雪原へのフィナーレは、破滅へのロンド系統の技を次々攻略する雪村に対して繰り出された新技です。ベンチ陣も確かに初見の反応を示していました。ショットでの氷のエンペラーも同様です。しかし、アトベリベレーションはどうでしょうか？あの技はアトベキングダムを崩壊された場面で、突如アトベが宇宙へ旅立つことで繰り出された技で、ギャラリーからの反応はなく、雪村は貫かれたガットを眺めるだけでした。つまり、次元を超え支配するアトベリベレーションは、表立の時点では気質の技であり、その初お披露目がスペイン戦である可能性が高いと考えられます。対戦相手の征服的テニスにアトベキングダムが支配されるという展開であれば、話も盛り上がりますし、アトベの過去話にも繋げられます。というわけでシングルス3はアトベ敬吾です。続いてはダブルス2です。スペイン側からは、サグラダ・ファミリアをテーマにした選手たちが出場します。サグラダ・ファミリアといえば、かの有名な建築物です。したがって、日本側からも建築をテーマにした選手が出場すると想定できます。まず一人目は、大曲隆二です。大曲のダボダボジャージはおそらく、研ぎ職人の方々が、履いている、ニッカポッカ、をもとに、デザインされており、大曲のモチーフは、大工なのではないかと、考えられます。しかし、二刀流が実際のルールで、禁止されていたのに出場するのか？それなら三刀流フラグの、立っている規定では？と考える方もいらっしゃると思います。普通、ならそう考えますよね。ではその、普通、の考えを、破壊しましょう。好み先生に、普通、の、考えは通用しません。加えて大曲は、好み先生のお気に入りの、高校生キャラです。このまま終わるとは思えません。それでは、大工モチーフである大曲の相方を、務める中学生は、誰でしょうか？建築物に関係する技か、スタイルを持ち、最初から代表入りしているが、未だに出番がなく、表立った関わりは、ないが、大曲との関係を広げられる選手。一人いますよね。そうです。丸井文太です。文太のワンダーキャッスルには、ロブで抜くことで攻略できるという、未完成感を感じさせる欠点があります。
これは未だ建築途中の、サグラダ・ファミリアに、通ずるものがありそうですね。そしてここまで出番がないのもそうですが、大曲との関係性も、悪くないです。二人とも過去に、規定四郎と、ダブルスを組んでいるため、規定を介して、展開を広めることが、可能です。文太のワンダーキャッスルは、大曲という大工が加わることで、完成される、という展開、ありそうですよね。両立で押したり昔が、ワンダーキャッスルに対しロブを、選択しなかったのも、大曲と組むことで強化されたと、考えれば、納得がいきます。というわけでダブルス2は、大曲隆二、丸井文太ペアで予想します。お次はシングルス2。ここで出場するスペイン選手は、闘牛士を、モチーフにしていると仮定します。闘牛士ということで、パワーと、コントロールのダブルスかと、考えましたが、ここは裏を書き、パワーだけでなく、細かい技やゲームメイクにも、精通した、デュークのような選手になるのではないかと、予想します。イメージとしては、アニプリ日米親善試合編で、登場した、ボビーに近いです。そしてこの団体戦は、補欠戦までも連れ込む予想なので、どこかでノーゲームが発生します。その試合がここです。それではここで出場する日本選手は、誰になるのか。対戦相手は、闘牛士モチーフの、いわゆる、野獣、のような選手。となると相対するのは、数々の華麗な技を操り、美しさすら感じる天才で、トップクラスの人気キャラにも、かかわらず、シングルスでの出番がなく、世界大会で未だに、泥臭さを、見せていない選手。そうです。藤修介です。藤はこれまで、パワー選手を、苦手としているところがあり、パワー選手と当たる場合は、大体川村に、カバーしてもらっていました。つまり、対パワー選手は、長年の藤の、課題。この試合では、藤が白石戦以上の、泥臭さを見せ、長年の課題に対する回答を、見せてくれるのではないかと、考えます。この試合は、アニプリ日米親善試合編の、戦国 VS ボビーの試合を、セルフパロディしていると、考えるので、結果は先ほども申し上げた通り、引き分けになるかと考察します。というわけでシングルス2は、藤修介です。ダブルス1に出場するスペイン選手は、フラメンコを、テーマにしたダブルスペアです。ご存知フラメンコというのは、スペインを代表する芸能文化です。スペインダブルス1には、フラメンコにおける踊り手と、歌い手をテーマにしたペアが、来るのではないかと予想します。要するに歌い手がゲームメイクを、し、踊り手が得点を重ねるという展開です。おや、この展開、全国立海戦ダブルス2にそっくりですね。あの試合では、柳、犬がそれぞれ相棒である、赤や、街道をコントロールすることで、試合を展開していました。ということはこの試合も似たような展開になる可能性が、十分にあります。だとすれば日本から出場する暴れん坊は、一人しかいません。遠山金太郎です。金太郎がダブルスというのは、考えにくいと思われますので、投稿者がそう考えた要因を、簡単に説明します。まず、金太郎にテニスを教えた師匠が、ダブルスの世界トッププロである点。テンイム法に覚醒した金太郎ですが、テンイム法を駆使して勝利した試合と、テンイム法 VS テンイム法という試合を、すでに描いてしまったという点。加えてプレイスタイルが豪快なので、シングルスだとどうしても試合展開が、大雑把になってしまう点。最後に、ダブルス要素を加えることによって、主人公龍馬との差別化を、させる点。以上が挙げられます。若干こじつけ感は、ありますが、日本の最終兵器がそのままシングルスで、出るのは、普通すぎるかなと、考えた結果です。そして相方には、入江かなたが挙げられます。まず入江の強みは、相手の、気持ちを理解できるということ。これはすでに後で相手に発揮されたので、今更シングルスで披露されることは、ないと、思います。加えて気持ちを理解できる、相手、には、ダブルスパートナーも含まれると、考えます。金太郎のテニスを理解し、制御できるのは、おそらく鬼か、この強みを、駆使した入江しかいないでしょう。過去には入江が、演技にケチを、つけられ本性を表した試合がありました。あれはシングルスだったので、再び同じ展開を、披露することはないでしょう。もし入江の演技を乱す選手がいるとすれば、それは金太郎かと思われます。金太郎の破天荒テニスに、ブチ切れ、
本性をあらわにするという展開も面白いかもしれません。そして対戦相手はフラメンコモチーフの選手たちです。つまり音楽要素があります。日本側で音楽要素がある選手といえば、夜中にサックスを演奏し選手たちの睡眠を破壊してきた入江だけです。名前も多くを奏でると書いてカナタとなっているので、入江の演技を超えた先にある進化は音楽なのではないかと考えます。以上の理由からダブルスワンは遠山金太郎、入江カナタであると予想します。そしてシングルスワンはもちろん徳川です。ここではなぜ徳川を起用したのかではなく、なぜ徳川をシングルスワンに起用したのかという話をします。投稿者は、決勝戦で龍馬が優勝を決めるとき、龍馬につなげる選手は誰になるのかを考えました。ここでこれまでの決勝戦を振り返ります。地区大会決勝では声楽入学後の龍馬にとっての初めての強敵であり、レギュラー陣の中でも何かと描写の多かった街道が、都大会決勝ではレギュラー陣の中で最も龍馬と友好を深め、戦国という格上を相手に大金星を挙げた桃城が、関東大会決勝では手塚不在の声楽の中で最高クラスの戦力を誇り、レギュラー陣の中で手塚と同様に龍馬より強いというイメージを維持していた藤が、全国大会決勝では怪我に悩まされながらも声楽の安定ダブルスとしてチームを支えてきたゴールデンペアと、龍馬のライバル金太郎、そしてこれまで戦ってきたライバルたちが優勝を決めるべく出場する龍馬につなげるように登場してきました。では新手にで龍馬につなげる高校生は誰になるのか。徳川しかいません。投稿者は、最終戦に出場する龍馬へつなげる役を徳川に任せることを考慮してこのオーダーを組みました。素直に龍馬をシングルスワンにし、徳川と雪村をダブルスワンで起用するパターンも考えましたが、一度組まれているダブルスであるという点と、今更ハウリングを出すのも違和感があるという点から、徳川ダブルスワン案はボツにしました。徳川の相手はもちろんメダノレです。メダノレについての考察は以前投稿しているので、お手すきの際にでもご視聴していただけると幸いです。というわけでシングルスワンは徳川和也です。そして最後の補欠戦はもちろん龍馬 vs 龍我です。ここではなぜ龍馬が補欠に回ったのか、その理由を考察していきます。記憶に新しい日本 vs ドイツの激闘、その裏で龍我 vs 南次郎の親子対決が始まろうとしていたのを覚えていらっしゃいますでしょうか。この試合はおそらく龍我が勝ち、南次郎のテニスを奪ってしまう結果になると思われます。見送りの際の七子さんの、もう若くないんだから無茶しすぎないようにしてくださいねというセリフから、南次郎が思ったよりも弱体化しているかもしれないということを想定できます。能力を奪われ危機感を感じた南次郎はすぐに龍馬に接触、決勝戦の龍馬の出番ギリギリまで強さの秘密を伝授する修行に入ると考察します。そして決勝当日、試合に間に合わなかった龍馬は補欠として起用され、日本に龍馬がいないことを知った龍我も自ら補欠に回ります。試合ギリギリまで龍馬に修行をさせる全国立海戦展開と、龍馬を補欠に回し6戦目で決着をつけさせる関東料亭戦展開をまとめて世界決勝に持ってくるわけです。セルフパロディがお好きな好み先生ならやりかねないかなと投稿者は考えました。補足ですが、桜田ファミリアの設計者の名前がメダノレのフルネームと似ているので、桜田ファミリアモチーフイコールメダノレという可能性も考えられますね。それでは最後に投稿者が考えたオーダーと勝敗を発表して本日はお開きとさせていただきます。シングルス3アトベケイを次元を超えた支配者とカスが卑怯な手を使われてしまい、支配者としては勝利するが試合には敗北。ダブルス2大曲り雄二丸井文太、建築物をモチーフとした対決、文太と大曲りで真のワンダーキャッスルを開発し追い込むが長期戦の末敗北。シングルス2藤修介、
怪物を相手に、自分の、テニスに対する答えを見つけ覚醒するが、両者ダウンで、ノーゲーム。ダブルスワン、遠山金太郎、入江かなた。演技を超えた入江が、遠山を、うまく指揮し、フラメンコペアとの音楽対決を、制し勝利。シングルスワン、徳川和也。儀で世界を取れることを証明するため、そして龍馬につなげるため、命を、として、奮闘し勝利。なお補欠戦の龍馬が勝つかどうかは、定かではありません。ここで負けて、高校生編へつなげる可能性も、あり得ます。っていうか高校生編やりましょうね。終わらないで、プリンスオブテニス。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと感じて、いただけた方は、チャンネル登録と高評価クリックを、お願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。